三つ葉屋シテルを7月2日台は、日本の声楽家、音楽教育者、合唱指揮者、講演監督、新潟県出身。1961年、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。1963年、同校声楽専攻科修了。木下保、渡辺幸之助、古沢俊子に指示。デビューは1963年の東京ローオンの、 オペラ、フィガロの結婚でのバジリオ役で、これ以降に機械や東京室内歌劇場ほかで、数多くのオペラ、オペレッタ、創作歌劇に活躍している。また、日本におけるフランス歌曲の第一人者として十数回にわたる、リサイタルで高い評価を得ている。日本歌曲の演奏でも、その明瞭なディクションと深い表現には、定評があり、ビロードのようなと定評のある美しい声を、 披露してきた。1971年関西日仏、声楽コンクール1位特賞。1973年には投資、J. ジャンセン、C. モラーヌ、P. ベルナック等に支持した。また、1979年にはアメリカのプリンストンでも要された芸術家曲フェスティバルに招かれ、日本歌曲によるコンサートで大好評を博した。1988年、我が、 国芸術科曲の第一号と言われる、滝連太郎の、工場の月をはじめとする日本科曲を、世界で広く歌われるようにしたいと思い、東京都台東区とともに、日本科曲コンクールの設置に尽力し、これを育ててきた。東京芸術大学音楽学部声楽科教授、演奏芸術センター長、二機会副理事長、日本フォーレ協会委員、総学堂日本科曲コンクール運営委員、 審査委員長、日本声楽発声学会理事、公益財団法人東京に機会理事、東方学園大学音楽学部特任教授などを歴任。二機会では、オペラ研修所所長を務め、若い声楽家を世に送ってきた。さらに、オペラ制作では、公演監督として、新国立劇場において、ビゼー、カルメン・オフ・フェンバック、ホフマン物語、原吉俊氏、 罪と、罰、モーツァルト、魔キなど数多くの公演を成功させている。合唱指揮者としては、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、東西4大学合唱演奏会合同演奏、日本女子大学合唱団、欧風合唱団、ひばり児童合唱団を指揮している。2020年現在、東京芸術大学名誉教授、2機会会員、 日本声楽アカデミー会員。三輪の門下生で構成されている、声楽家のグループ、三木会が組織されており、主催演奏会を開催するなどの活動を行っている。門下生は数多く、辰巳割江、伝体生、松村務、小林咲子、東田江星、河村弥生、松原友、土屋孝次郎、河野由,野由美子、長谷川忍、蔡高下から、 坂木原明、東条三つ江、菊池美奈、福田清美、吉田信明、金耳美,美香、金持闇、中村博と、紫園香、遠藤学半沢健、横畑里奈、あ沢ゆかり、成田純子、中村優子、吉田信明、清水正彦、礼則太郎などがいる。ありがとうございます。